エルズミア伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、連合王国貴族爵位。1846年に、フランシス・エジャートンが除されたことに始まり、1963年以降は、サザーランド公爵の従属爵位となっている。初代エルズミア伯爵、フランシス・エジャートン初代サザーランド公爵、ジョージ・ルーソン・ゴアの三男であるフランシス・エジャートンは、 アイルランド担当大臣や戦時大臣を歴任した、トーリー党の政治家である。彼は1846年7月6日に、連合王国貴族として、エルズミア伯爵及び、ノーサンプトン州ブラックリーのブラックリー死爵に除された。彼の父である初代サザーランド公ジョージは、第3代ブリッジウォーター公爵、フランシス・エジャートンの老いにあたっており、 エジャートンへの改正を条件に三大公の遺産相続人に指名されて、その遺産を相続した。二大白ジョージは、就職前に、ノーススタフォードシャー選挙区選出の庶民委員議員を務めている。三大白フランシスは、バシュケン政治家で、ランカスター州ンハ判事やランカシャー副党官を務めた。その孫にあたる五大白ジョンは1963年に、 本家筋にあたるルーソンゴア家の断径断絶により、サザーランド公爵を継承したため、以後エルズミア伯爵はブラックリー爵と共に、サザーランド公くらいの従属称号となって、現在に至っている。これ以降のエルズミア伯爵衣装形者は、サザーランド公爵を参照。ありがとうございます。